皆さん、こんにちは。上高津貝塚ふるさと歴史の広場、学芸員の亀井と申します。この動画では、当館の第24回企画展、5000年前のモダンアート、中期縄文土器の世界の見どころを解説していきます。第3回となる今回は、関東地方東部の土器について解説していきます。第1回、第2回をご覧になっていない方は、そちらも合わせてご覧ください。また、解説動画で出てくる専門用語については、当館受付で無料配布している展示解説パンフレットに用語集をつけております。もしわからない用語がありましたら、この画像に戻っていただいてご確認ください。今回最初にご紹介するのは、頭台式土器です。前回ご紹介した葛坂式と同じ時期、中期前半に、関東地方東部を中心に分布しています。千葉県香取市頭台貝塚が標識遺跡です。縄を転がした文様、縄文をあまり使わず、半分に割った竹などを敷いた加工指紋を多用することが特徴です。また、土器の粘土に雲母という鉱物を混ぜることが多く、土器の表面がキラキラと輝くことも特徴です。頭台 1A、1B、2、3、4式に細分されています。土浦市をはじめ、茨城県南部は頭台式の本場ともいえる地域で、今回の展示品はすべて当館所蔵資料です。頭台 1A、1B 式では、後円部文様体の流体に沿って一列の加工指紋を施すのが特徴です。また、この土器のように粘土紐の厚み跡を消さず、指で押してひだ状の装飾とすることも多いです。頭台2式では、流体に沿った加工指紋が複数列になるのが特徴です。頭台3式になると、流体に沿った加工指紋が幅広になります。幅広の加工指紋は爪形紋と呼ばれることもあります。頭台4式では、流体に沿って沈銑が施されるようになります。また、この土器では地紋が常銑紋ですが、縄文が多用されるようになります。次にご紹介するのは、関東地方東部から北部を中心に分布している土器群、中標式です。千葉県松戸市中標遺跡が標識遺跡です。後円部に交互一つ紋という波状の装飾が一周することが特徴です。中期の中頃、頭台式および葛坂式の終末から加曽利飯式の初頭に並行して存在すると考えられています。左の土器では、流体に沿った加工指紋が見られるなど、頭台式の特徴が見られます。一方、右の土器では、丸を両側から Y が挟み込むような玉滝三叉紋と呼ばれる文様が描かれていますが、これは葛坂式の特徴です。次にご紹介するのは、加曽利飯式です。中期後半の関東地方全域に分布する土器形式です。千葉県加曽利貝塚の E 地点出土土器を標識として命名されました。キャリパー型と呼ばれる後円部が膨らむ器形が主体となります。キャリパーとは、土器の厚みを測る道具で、これに似ていることからキャリパー型と呼ばれています。加曽利 E1 から E4 式に細分されています。今回は当館所蔵資料に加え、千葉県教育委員会から千葉県各地から出土した関係土器を借用させていただき、展示しています。後円部にクランクや渦巻きの流体が施されるのが加曽利 E1 式の特徴です。この土器はクランク状の文様です。加曽利 E2 式では、クランク紋は少なくなり、渦巻き紋が主に施されます。また、頸部に文様が施されない部分、無紋体が現れます。この土器にはありませんが、
胴部に縦方向の擦り消し縄文が施されるようになるのも特徴です。カソリ E3 式では奇形のくびれが弱くなり、胴部の擦り消し縄文の幅が広くなります。後円部の文様は崩れて渦巻きから楕円などになります。手法もこの時では流体が用いられていますが、沈銭などで描かれるようになっていきます。カソリ E4 式では胴部の擦り消し縄文が連結して逆 U 字状になり、擦り消し部分は細い沈銭か、この時のようにミミズ腫れ状のわずかな盛り上がり、微粒線で縁取られるようになります。展示解説いかがだったでしょうか。今回は千葉県、茨城県の土器を中心に解説しました。次の動画では栃木県の土器と第3章、縄文を楽しむについて解説していきます。ご期待ください。ご視聴ありがとうございました。